フローティングパビリオン、ヨーテーマルとは、東京都品川区東足尾にある船の科学館の別館として隣接する大見北不当公園内に係留されていた博物館船。本船は1965年から1988年まで、車載客船、二代目岸マ丸として、日本国有鉄道及び北海道旅客鉄道の生函航路で運行されていた。 その後、船体外観を就航当時のまま保存利用しつつ、内部は博物館展示施設として全面的に改装し、1996年より船の科学館の別館として公開されていた。就航から船の科学館での展示までに8年もの期間を要したのは、船の科学館の所在地の臨海副都心地域が港湾再開発指定地区となったため軽流認可が、 保留となっていたことによる。このため、ジェノバ国際博覧会終了後は、三井造船千葉事業所に暫定的に経留されていた。なお隣接する南極観測船、宗谷の経留は、蓄指定前である。2011年の閉館後は、新居浜港に栄光され、新居浜工業高等専門学校において調査された。あと、株式会社宮所のサルベージによって、船舶解体された。 これは、シップリサイクル条約の完全実施が確認された、世界初の事例として、日本海事協会に認定されている海艦当初、船の科学艦別艦として位置付けられ入艦する際に、別途入艦料が求められていたが、2008年6月時点では、無料で開放されていた。車両デッキ内に保存されていた車両は閉館後、手ジ30は、千葉県いすみ市のポッポの丘。 スハフ44型客車は、猛火鉄道猛火線猛火駅にある、SL96 館に移設されている。ありがとうございます。